OSS ライセンスのまとめっていう話をしたいと思います。まあ、R のパッケージとか、GitHub にソースコードを置いて公開するとか、そういうことをやっていると、まあ、ライセンスどれを使うかっていうのがいろいろ問題になってくると思うんですけど、まあ、まあ、自分の勉強も兼ねていろいろ調べたのを、ここで情報共有したいと思います。で、OSS ライセンスとは何かっていう話を最初にして、で、特にあるパッケージに関係するトピックっていうのをいくつか紹介して、で、まあ、最近はこの OSS ライセンスをちゃんと管理するためのツールみたいなのもあるので、まあ、それを紹介したいと思います。で、まあ、ちょっと免責事項でもないんですけど、結構この話は法律と関わる話が多くて、まあ、本来その研究所とかが、まあ、e-learning とかでこう、コンプライアンス講習みたいな感じでやるべき話だと思うんですけど、まあ、あんまりそういういいやつはなくて、で、まあ、自分自身あんまり法律の専門家でもないですし、まあ、本来は弁護士とか弁理士の人とか、まあ、企業の知財関係の人とかに、来てもらって、話してもらった方がいい内容だとは思うんですけど、なので、まあちょっと僕が言っていることがもしかしたら間違っている可能性もあるので、まあちょっとそれに対してこう責任は取れないので、自分自身でもいろいろ勉強して、ライセンスを決めていただきたいなとは思っています。はい。で、OSS ライセンスとは何かっていう話なんですけども、まあ一応きちんとした定義がありまして、まあ、オープンソースなソフトウェアで OSS でまあいいんですけど、まあ、その集まりがあって、オープンソースイニシアチブっていう OSI っていう団体が、その OSS とは何かっていうのを定義してまして、まあ、10箇条を挙げていて、これを満たすべき条件としています。で、まあ、自由に再頒布できるもの、ソースコードであるもの、で何かの派生物であるもの、原著作者のソースコードとの区別。まあ、何かしらこう、コピー元と違いがあるものだということだと思います。で、あと特定人物集団に対する差別の禁止というので、まあ、だから、競合の企業とか研究所とか、あと自分が嫌いな人とか、なんかそういう人は、このソフトウェアを使ってはいけないみたいなことを言うことはできないですね。あとも使用分野に対する差別もできません。あとライセンスの権利配布。ライセンスは特定製品に限定してはならない。まあ、ライセンスは他のソフトウェアを制限してはならない。例えばそのオープンソースの、ライセンスであっても、それ他方はプロプライエタリーであっても良いみたいなふうに言ってます。あ、で、プロプライエタリーっていうのはオープンソースと真逆のソフトウェアですね。有料で、ライセンスは各々の、その企業が定義していて、例えばまあ、オフィスのワードとかエクセルとかもそうですし、まあ、トラボとか、アドビーとか、まあ、チャット GPT もそうですね。まあ、そういうプロプライエタリーと、オープン、ライセンスっていうのが、お互いこう共存していってもいいと言ってます。あと、ライセンスは技術中立でなければならないっていう。なんか、ここは後輩になるほど細かいんですけど、ライセンス利用、許諾契約は GUI のクリック操作、まあ、なんかポップアップで出てくる、こう、ソフトウェアの、内容に対して同意しますみたいな画面があると思いますけど、そういう、インターフェースに限定せずに、まあ、まあ、どんな、インターフェースでも、中立でなければならないっていうことを、まあ、言っています。まあ、いろいろ、後半に行くほど細かい話になっていくんですけど、まあ、こういうのがオープンソースソフトウェアの定義だそうです。で、まあ、この OSS を、
誰でも使っていいようにするためのライセンスっていうのが、まあ、OSS ライセンスですね。利用許諾契約書に相当します。で、OSS を誰でも自由に入手、利用、改変、再頒布しても良いとする内容を示したものということで、逆にこの OSS ライセンスを示さないで単に GitHub にコードをポンと置いて、状態っていうのは、まあ、パブリックドメインというふうに呼ばれます。で、パブリックドメインだと何かまずいことが起きるのかということで、僕は最初勘違いしてたんですけども、自分がこう、解析するためのソースコードみたいなの書いて、ポンと GitHub に置いて、ライセンスも、示さないで、ただ単に公開していた場合、なんかそのアイディアが勝手に盗まれてしまったりとか、なんかそのソースコードは自分が本当は書いたのに、他の人がなんか所有権を、言い始めるっていう意味で、なんか、ちょっと良くないことが起きるのかと考えていたんですけど、そういうことではないみたいで、なんで自分のソースコードを他人に勝手に利用されるっていう危険性がある話ではないみたいです。というのは、そもそも自分のソースコードっていうのは自分が著作権を持っているので、人のものを勝手に使うっていうのは、まあ著作権法違反になるみたいなので、勝手に使った方が悪いということになるみたいです。で、むしろ、じゃあなんで OSS ライセンスがあるのかっていうと、まあ、本来はソースコードっていうのは、その開発者が著作権を持っているけれども、その OSS ライセンスを守る限りは、自由に使っていいですよっていうふうに、そういうための、ね、ルールということで、まあ、むしろその開発者っていうより、ユーザーが自由に使えるようにするための仕組みらしいですね。で、OSS ライセンスの種類としては、すごいたくさんあって、まあ、何百とあるんですけど、いっぱいあって何を使えばいいかわからないですよね。で、結構こういう便利な一覧表を作ってくれる人がいるので、まあ、こういうのを見て、自分はどれに当たるのかを見ていけばいいかなと思います。大きく分けると3つ分類があって、まあ、コピーレフト型、準コピーレフト型、非コピーレフト型っていう3種類があります。コピーレフトっていうのは、著作権をコピーライトって英語で言うんですけど、まあ、それのなんかダジャレみたいな感じで、ライトじゃなくてレフトっていうふうに、名前にした経緯があるんですけど、コピーレフト型の OSS ライセンス。例えば代表的なのは GPL っていうヌーが作ったライセンスがあるんですけど、これは、GPL のライセンスを示している限りは、必ずソースコードを公開しないといけないということを義務付けています。で、そのソースコードどの範疇まで、公開すべきかっていうので、まあ、何か、元のコードがあって、それを改造して、新たに自分のソースコードにした場合に、その改造したところだけを公開すればいいっていうのが準コピーレフトで、コピーレフトはもっと全て公開しないといけないっていう、話らしいです。で、非コピーレフトっていうのは、そういうコード公開を義務付けてはいない、もっと緩い、ライセンスになります。まあ、代表的なのが MIT ライセンスですね。で、もっと細かいレベルの、一覧表がここにもあって、商標の利用とか、あれ、商標の利用とか、特許の利用とかそういうのも含めて、ここで書いています。ので、まあ、興味あったら見てみてください。たくさんあって、決められないとは思うんですけど、有名どこだけ紹介してみますと、まあ、GPL は明らかに多分一番有名かもしれないやつで、コピーレフト系の代表的な OSS ライセンスで、すごくルールが厳しいです。
で、二次的な著作物に関しても GPL ライセンスを示す必要があるっていうことで、なので、まあ、GPL を、ライセンスとして使っている OSS を、改造して自分のソフトウェアにした場合、そのソフトウェアも GPL ライセンスを示さないといけないっていうルールがあります。で、そうすると、GPL に関わる全てが GPL になっていくので、だから GPL 汚染とか GPL ウイルスみたいな揶揄され方もされてるということで、まあ、その性質を、嫌う人もいますし、良い性質と捉えてる人もいて、だからその他の非コピーレフト系の OSS ライセンスっていうのは、別に自分が作ったソフトウェアを他の人が新たに、改造して別のソフトウェアにしたときに、まあ、急に自分はソースコードを公開しないとか言い出しても別にそれを許してるんですけど、GPL はそれを許さないということで、自分のその思想を自分の手から離れてもこう、受け継いでほしいみたいな、っていう価値観で、まあなんかそういう性質になっているみたいです。まあ、それをまあ、いいとするか、良いとするかみたいなところの違いがあると思います。で、多分、真逆なのが MIT ライセンスで、これが GitHub で最も利用されていると言われている OSS ライセンスで、一番、ルールが緩いっていうので、まあ、もちろん、やるべきこととしては、まあ、クレジットを示すとか、そういうのは、どのライセンスでもある。わけですけど、それ以外はまあ、ほぼほぼ必須じゃなかったりとか、まあ何しても自由みたいな感じの緩いライセンスになります。で、あともう一つキャラが立ってるのがアパッチライセンスですかね。これも MIT ライセンスと同様、非コピーレクト型 OSS ライセンスなんですけど、なんか特許が関係している場合に利用されるケースが多いみたいです。というのは特許使用権をユーザーに与えるルールが明文化されているので、まあそこら辺で揉めることがないとか。あとまあ、ビジネス利用は制限したりとかそういうこともできるみたいなので、そのソフトウェアが何かしらの特許、自分たちが持っている特許と関係するような場合は、このライセンスを使うと良いみたいです。あと、ちょっと余談なんですけど、ソースコード以外でもライセンスっていうのは示すことができて、まあ、有名なクリエイティブコモンズですね。ソースコードだけじゃなくて、画像とか音楽とか動画とか、そういうインターネット上で公開されたあらゆる創作物全般に対するライセンスになっています。まあ、なんか、4つ条件っていうのを示すことができて、まずその作品のクレジットを表示するかっていう BY、営利目的での利用しないことを、示す NC とか、改変禁止、ND とか、継承、元の作品と同じ組み合わせの CC ライセンスで公開するっていう決まり事である SA っていう、この4つを今入れるかどうかっていうのでいろんな、ライセンスのクレジットの見せ方があって、例えば、僕らがよく使う統合ピクチャーギャラリーは、DBCS の人たちが、まあ、手でこう、手作業でこう、一つ一つ作った画像で、もうこれを論文とか、プレゼンの資料とかで、我々は自由に使えるようになってるんですけど、まあ、ライセンスとしては、CC-BY の4.0っていうものになっています。なので、他は全部自由だけど、クレジットだけは絶対示してくださいねってことを言っています。僕もHEX ステッカーはデザイナーさんに作ってもらっていて、このデザインの画像は GitHub で公開してるんですけど、ライセンスとしては CC-BY-NC-ND。SA だけないのか。まあ、っていう感じで、まあ、これはデザイナーさんと話し合ってどうしたいですかっていうのを言ってこうなりました。はい。
で、R パッケージに関係するところで話しますと、クランで利用される OSS ライセンスとしては、クラン側がこういうものを挙げています。これに限る話ではないとは思うんですけど、幅広い、ジャンルのライセンスを扱ってまして、非コピーレフト型として MIT とか BSD、アーティスティック2.0とか、あと、コピーレフト型、純コピーレフト型も、よく使われています。で、R だと tidy verse を使う人が多いと思うんですけど、tidy verse 系は最近までいろんなライセンスをごちゃ混ぜに使っていたみたいで、MIT、BSD、GPL っていうのが、ggplot2 はこれで、tidyr はこれで、みたいな感じで、結構ごちゃごちゃしてたみたいで、最近 MIT に、一元化したみたいです。あとは、GPL3 は、もしそれを使うんであれば、そのツールも GPL3 を宣言しないといけないはずなんですけど、例えば Shiny が GPL3 なんですね。で、Shiny を使っているパッケージってめちゃくちゃいっぱいあると思うんですけど、それをインポートして他のパッケージがアーティスティックだったり MIT だったりっていうのは、よく見るので、これはライセンス違反に当たるんじゃないかって気がしているんですけど、よくそこまで詳しくないので、これ以上はよくわからないです。ちなみにアーティスティック2.0は、バイオコンダクター系がよく使うんですよね。なので、何も考えずにアーティスティック2.0を使う人は多いと思います。バイオコンダクター側でも、それを推奨している感じがあって、コアバイオコンダクターパッケージはアーティスティック2.0で、ライセンスを取っている、ライセンスを示しているみたいなので、他の人もそれに続いちゃうだろうなっていうのがあって、あんまりその OSS ライセンスを深く考えている人は、いないかもしれないです。これは、そのバイオコンダクターにあるパッケージを全部、ライセンスを数えてみたっていう、ブログかなんかで見てみたんですけど、アーティスティック2.0は491ありますね。かなり多いです。同じぐらい GPL3 もあるみたいです。OSS ライセンスの管理ツールというのを紹介しますと、OSS ライセンスによって開発者同士が互いに協力しながら大規模なソフトウェアを開発できるようになりました。で、一方で OSS ライセンスを適切に運用できているのかには常に気をつけている必要があって、ライセンス違反で実際に訴訟が起きたりっていうのはアメリカでよく、大企業同士がやっていたりとかしますし、あんまり僕らのような小規模な、個人とか研究室とか、そういうところでやって、仮に OSS ライセンスだからといって、それですぐにしょっ引かれるかというと、なかなかそういうことは起きづらいとは思うんですけど、それに潜在的にライセンス違反している人は結構世の中にいっぱいいるはずで、調べたところ、GitHub 上の7、8割ぐらいがライセンスを適切に使えていないみたいな、調査もあったりするので、結構その、きちんと使ってない人も、多々いるんですけど、なるべくそのちゃんとしたライセンスの運用をしていくべきはずの話なので、かといって、我々そんなに法律の専門家でもないですし、毎回その勉強をして、このライセンスにしようみたいな感じで、一週間とかそれに時間を費やすってこともできないので、そこら辺をうまくチェックするためのツールっていうのを使うといいかなと思います。で、CI とかと相性がいい話で、ライセンスを、GitHub のレポジトリに置いたら、それがきちんと、他の依存ツールと、競合しないライセンスになっているのかっていうのを自動的に示すツールとかと一緒に使っていくと、
何かおかしな使い方をしたときに気づけるはずなんで、そういうツールを使っていけばいいだろうっていう話に最近はなってるみたいで、なんかその決定版みたいなのがこの、フォッサって呼ぶんですかね。ちょっとわかんないんですけど、まあ、このサービスが、今はおすすめみたいです。例えば、今の所属先でランドスケーパーっていう、ワークフローを今作ってるんですけど、これに対してライセンスチェックみたいなのを知ってもらってるのがこれで、で、スキャンして、うまく、適切にライセンスが利用されていれば、ここにパッシングっていうバッジが出てくるので、これを D.me のところに埋め込んでおけば、何かおかしな使い方をしたときに気づけるっていうものになります。まあ、あとは、ライセンスに関していろいろ勉強できるウェブサイトがいっぱいあって、まあ、GitHub がやっぱり詳しいんですけど、GitHub の、リポジトリのライセンスっていうページがかなり詳しくておすすめなのと、まあ、あとここにもリンクがありますけど、オープンソースガイドラインっていう、これもかなり平易な文章で書かれているサイトなので、あとすごい多言語で用意されているので、このページもおすすめです。あと結局どのライセンス決めればいいのかって迷うと思うんですけど、ライセンスを選ぶためのこのサイト、Choose a License っていうウェブサイトがあるので、いろいろ聞かれて、こう、イエスかノーかみたいな答えていくと、どのライス、ならあなたはこのライセンスですみたいな感じで決められるものになります。まとめますと、OSS ライセンスはユーザーに自分のツールを自由に使ってもらうための仕組みで、コピーレフト型、純コピーレフト型、非コピーレフト型に大別されます。で、まあ、GitHub を使っている人は、まあ、何も考えずに MIT を選ぶ、人が多いと思うんですけど、まあ、MIT だから無難っていうわけでもなくて、いろんな個人の事情に合わせて、事情とか考えに合わせて、適切にライセンスを選ぶ必要があります。ただ、やっぱりその、かなりその多異分野のその法律とかが関わってくるような話だったりするので、まあ、最近は OSS ライセンスを管理するためのツールみたいなのが出てきて、そういうのを使うのが良いかなと思います。以上になります。ありがとうございます。あ、久米さんが何か質問してくれる。あ、なんかそのクレジットの書き方を聞きたかったんですけども、はい、なんか悩む、なんか統合 TV のこのイメージのところは前も昔悩んだことがあって、はいはい、これクレジット何書けばいいのかなっていうのもなんかというのと、なんかそのソフトウェアのクレジットと、なんかそういう CC BY とかのクレジットはまた違うかなと思うんですけども、なんかこの場合、まず CC BY の時はどうクレジット書けばいいのかなというのと、ソフトウェアのクレジットについては、なんか例えば R のパッケージだとディスクリプションになんかパッケージ名書いてるじゃないですか。あれはクレジット扱いになるんですかね。インポートのインポートの、例えばインポートでパッケージ名と書くじゃないですか。はい。パッケージ名だけだとクレジットにはならないという理解なんですか？なんか。ああ。なんかそうなると個別にじゃあ、クレジットって一個一個パッケージ、この使ったパッケージのクレジットとかって書いてるかなと思ったら、書いてないでしょうね。書いてないですよね。あれ、名前を書いてる。それをクレジットと呼ぶかってことですよね。そうですね。いや、わかんないんですよね。だから、そういうなんかグレーな話。これは実際のところライセンス違反なんですかとか、いろいろ法律の専門家に聞いてみたいところなんですけど。
それがでもダメだったら、パッケージ作ってる人全員ダメ誰だ。も守ってないですよね。そういうことになりますね。そうです。だからクレジットについて、まあ一つ、まあ全体のうちの一部ですけども、クレジットって表記しろって書いてますけど、誰も書いてるの見たことない。まあ、要は、なんかその外注して書いてる場合は、外注した場合、この業者さんは書いてる場合はありますけど、なんかそれはなんか内部資料的な用途で書いてて、ソフトには書いてるのかなっていう。要は。ああ、なんか内部で使っている分には特にクレジットとかは気にしなくていいみたいで、そはい。の他のツールをベースとして自分が新たにツール作ったってなった時、だから再頒布をした時に、そういうクレジットの話が出てくるみたいですね。だからこう、世界中にこう公開しないで自分だけが使ってる分には別に何も考えなくていいんですけど、対外的にこのツールは、自分が作りましたって公開するときに、実際はいろんな人のツールの上に成り立っているわけなので、それをきちんとこう示す必要があるっていうことで、まあ、クレジットの話が出てくるだと思うんですけど、んで、まあ、単にインポートしてる、ことがクレジットなのかちょっとよくわからないですね。そうですよね。ありがとうございます。CC バイはまあ、ここにあるように、まあ、こう使ってくださいって書いてあるんで、DBCS と OTBC とかいいと思いますけど、まあ、定型文みたいなのを、開発元が示してくれてれば、そのままコピペでいいと思いますし。そうですよね、なんか。ですね。クレジットの仕方はちょっとわかんない。とりあえず名前とか、ああ、機関名とか。機関名は書かなくていいと思うんですけど。なんか決められた書きどっ方かにが。書いてたり、どっかに書いてればいいんですかね。リードミーとかの下の方に。ああ、それ引も用なんかす結構いろんなパターンがあって、る。ライセンスってファイルに、あれのパッケージを決めて、あと、一般的にはライセンス .md っていうマークダウンファイルを、生成して、そこに、ライセンスの文章をそのまま貼り付ける。っていうのが、まあ、デフォルトのやり方ですね。あと GPL 系はコピーングみたいな名前のファイルを置く習慣があるみたいで。まあ、同じようなことしてるツールの真似して書いていけばいいと思いますけど、そのライセンスの条文だったり、このライセンスですって言ってる文章をどこに書くか結構人によってだいぶまちまち。まあ、ちょっと GPL は確かに、あまり GitHub 上で使ってなかったりとか、まあ、ちょっとこのルールが厳しいってところがあって、使ってない人もまあいるとは思うんですけど、まあ、結構用語派もいっぱいいるので、まあ、きっとこれにも良さがあるんだと思うので、あまり、そこまで勉強してない自分が批判するのも良くないなと思うので、はい、なんかこの動画を見ていたりする人もあまり怒らないでくださいという感じで。